鈴村です。新アスカをやっていました。GS 発売、あ、それじゃねえよ、開催おめでとうございます。いやー、めでたいでございますね、本当にね。ガンダム27年やってるということでね、ちょっと関われて非常に嬉しく思ってます。思い出のガンダム、プラモを買いましたよ。ガンガルってやつね。右手ドリルになってるんですよ。間違って買ってしまいましてね。横にね、これね、ザコとかね、ドモとか書いてあるんですけどね、多分売ってないと思うんですよね。ガンガルしか出てへんかったと思うんですよね。みんなもう気をつけた方がいいですよ。うん、じゃあまた会いましょう。そんな、さよなら。あ、ダメダメ、もっと真面目にやれって。そうですか、じゃあもう真面目にやりますよ。すいません、本当に。次30周年の時またやりましょう。その時ドワーンってやりましょう。武道館とかでやりましたね。まあ、その時ぜひ遊びに来てください。僕も頑張っていけるようにそれまで生きていようと思います。よろしくお願いします。スターゲイザーステージ1とステージ2の上映後は様々なガンダム作品の紹介コーナー。機動戦士ガンダムでは超スペシャルゲストを迎え貴重なお話を伺いました。ここで天の声として登場したのはこの方。ジフェス開催おめでとうございます。ガンダムシードデッセンではアンドリュー・バレットフェルド役の桶井亮太郎です。僕が最初にガンダムを見たのは多分ファーストの再放送ぐらいかと思いますけども、リアルタイムで見ていたのはゼータガンダムを応援していたのが高校生ぐらいかなと思いますけども、そこからゼータも劇場になり、関わった、ウィングガンダムもそうですね、結構人気を博しまして、最近ではシードシリーズも、劇場化も決まっており、とても関われて光栄に思っております。今回もイベントにお手伝いという形ですが参加しまして、ぜひ皆さんに楽しんでいただきたいと思っておりますので、またこういう機会がありましたらよろしくお願いします。せーの、ドーン。さあ、カメラさん、これ追ってください。じゃあまず、これ、押したら、時間足りない。これ、その下半身はなんだ。下半身がなんかこう、下半身なんですよ。関さんは一番後にしてですね、福山さんとか見てみましょうかね。なるほど。数珠みたい。数珠みたいですね。見ようによっては、温泉旅館の池みたいです。本当だ。本当だね。小野くんのもね、座がなければむしろ正解だったんで、これでもマイナスですね。そして、師匠。あ、ごめん、ちょっとごめん、やられましたね、これね。ガークの絵を見ていきましょう、こちらです。はい、確かにこれはシャーザクとは認めたくないから、赤いって書いてある。ガンダムシードデスティニーレイザーバレル役の関俊彦です。G フェスティバル開催おめでとうございます。何でも、ファーストガンダムというのは27年前になんかあったということなんですけども、唯一見ていたファーストガンダムという作品を、そうですね、見ていたその高校生の頃の自分の時間と、今こうしてガンダムに関わっている自分の時間がこれだけ長くこうなんかつながっているのかなと思うと、とても感慨深い感じがします。今日は本当に、このガンダムという、とても皆さんの、心に残ってここまで続いてきている作品なので、少しでも皆さんが楽しんでいただければいいかなと思っております。これからもぜひよろしくお願いします。皆さんこんにちは、大原さやかです。私はこの大阪のイベントの方に参加しているんですけれども、朝7時台の新幹線ということで4時に起きて頑張りました。というか寝られませんでした。でも大阪の皆さんの熱い笑顔に会えるのを楽しみにしてきたので頑張ろうと思います。私にとって印象に残っているガンダムというのはやはり今回、私自身が乗らせていただいたガンダムで、パイロット役ではないのに乗ることができてとても光栄でした。スターゲイザーもよろしくお願いします。ありがとうございました。せーの、ドン。はい。ちょっと待ってください。まあちょっと。これはもしかして、これは坂本さんのこれは鈴村君が買ったプラモじゃないですか。あれ。あれだよ。すごいな、おめえ。おめえ。ザクザーとかそういう感じの。お腹だけガチャピンになってるしね。こんにちは、坂本真綾です。
私はガンダムシードデスティニーでルナ・マリア・ホーク役をやらせていただいているんですが、今日はあの G フェスティバルに参加できてとても嬉しいです。開催おめでとうございます。私とガンダムの思い出はですねすいません、ちょっと思い出しました。8歳上の兄がいまして、兄がガンダム世代で本当にファンだったので、赤ザクに乗るよって言ったら、お前が妹でよかったと本当に喜んでくれて、オンエアを毎週見てくれて、まあ、大破したりエンストしたりというところも優しく見守ってもらえてですね、なんかこう兄との絆が深まった、そんなデスティニーでした。ちょっとあの昨日東京のイベントではしゃぎすぎて声が枯れてるんですけれども、あのそんな楽しいイベントになって、この夏一番の思い出になりました。ありがとうございました。おはようございます。ガンダムシード、そしてデスティニーのアスランザレ役の吉田明です。僕は小学5年生の時にファーストのシリーズが始まってリアルタイムに見ていた世代です。でそこから数えて育成層年月とか経ちまして、やっとシードで自分がガンダムに関われることになって、そしたら、デスティニーにまで発展して、そして映画化になるお話までになって、とても嬉しいことだなと思います。でそういったことで関わらせているいただいている G フェスなので、すごく頑張ろうかなと思っているんですが、いかんせん今すごく寝起きです。最悪なの、顔になんかシーツの跡ついてたりして、あーなんかこんな形でなんか自分が残ってしまうのが恥ずかしいんですけど、でも大丈夫です。開演にはまだ時間がありますので、それまでにはちゃんと起きます。どうもありがとうございました。マジでついてますよ。三角関係チーム殿、あなたはこの度ゲームにおいて一流シード声優の名を得ました。おめでとう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でございましてですね、無事1本付録の10が終わったところでですね、はい、はい、このコーナー終了でございます。はい、はい、三流チームはですね、スタッフとの方と一緒にですね、うん、あ、そうでした、椅子を片付けてください。全部片付けてください。ぜひ、はい、暗転出して、そうそうそう、今もう皆さんが見てる中で、はい、壊した、足が残ってます。関さん壊したよ。関さん、関さん行っちゃったよ。関さん気づかず起きないですよ。関さん、それそうやって大変だな。いや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 、お前は壊した。 G フェスティバル開催おめでとうございます。スターゲイザースウェンカルバヤン役の野大輔です。僕この仕事始める前に20歳の時かな、ガンダムのビッグバン宣言というイベントに、普通に客として参加してました。でこういう仕事を自分がするようになるとは、夢にも思ってなかったんですが、その時の感動とか楽しさとか、そういうところが自分がやりたいことをやるっていうなんか情熱といいますか、そういうところにつながったような気がしてます。今日イベントを、ね、見た方がなんかそういうなんか思いを持ってくれたらいいななんて、思っております。はい、小野大輔でした。ストライクノワール。新情報あり、感動トークあり、笑いあり、ライブありで大盛況のうちに幕を閉じた G フェスティバル、いかがでしたか？私もたくさんのガンダムファンの皆さんに会えて嬉しかったです。30周年に向けてこれからも一緒にガンダムを応援しましょう。また皆さんに会える日を楽しみにしています。新藤直美でした。